こんにちは。あ、ちゃうわ。こんばんは。睡眠専門医の厚美です。いよいよこれから自分の施設で睡眠検査を受けます。我が施設のプロフェッショナルが、手だけのプロフェッショナルが、手に入れる手だけのプロフェッショナルが装着してくれますので、皆さんどうぞお楽しみに。念頭の品目でよく見ておいてよ。すごい技術やから。じゃあお願いします。何も喋らんってあんのもちょっと変な話やな。いろいろとね、まずね、これセンサー類をつける前には僕たちこれ座った状態でやりますから、まずそのセンサー類を服に固定していくっていう作業も必要なんですけど、その前にまず頭拭きます。一番最初につけるのは脳波です。耳の後ろこすります。結構これ痛いんですけど、まず最初アルコールで拭いていきます。アルコールで皮膚についた、汗とか油とかゴミとかそういったものを拭き取ります。おでこもね、僕はせっかきなんでね、しっかり拭いてもらわないとまだすぐ汗かくんですよ。でこれをしっかりと落としておかないと、これ脳波とか顔に貼る電極って電気の活動を見ているので、電気の活動に対してこう油とか皮膚のカスとかゴミとかっていうものが電気抵抗として働いちゃうんですよね。なので正確に検査していくためには、しっかりと皮膚についた油とか汗とかゴミとかそういうようなものを落としていく必要があります。今これ何をしているのかというと、頭の位置ですね、頭の位置をしっかりある程度見て、その後で脳波をつけていく作業をしています。で脳波をつけるときにも、まずこれ脳波って髪の毛生えてる頭ですよね。髪の毛生えてる頭の髪の毛をかき分け、そこを拭いて、実はちょっとしたですね、なんというのか、粉になったヤスリみたいなものを使ってですね、それをこう綿棒でゴリゴリゴリってやって、少しだけ皮膚の表面をこう削るような感じで洗っていきます。ちょっと皮膚が弱い人とかね、ちょっと出血したりすることもたまにあります。アトピーのひどい人とかね、声がちっちゃくなってきたな。割と痛いですね。割と痛いです。ゴリゴリっとこすられて拭かれていっています。で研究とかでやるときには正確に、頭に貼る電極の位置をこうミリメートル単位で測定して、どの位置にどの電極ですね、お皿を置くかということを見ていくわけですけども、うちは臨床の施設ですので、ある程度正確に、脳波が設置できればいいので、もう今日やってくれてはる彼とかベテランなんでね、指の感覚だけで大体どの程度の位置に電極を置いたらいいかっていうことなんかももう知り尽くしているという状態です。そもそもこの睡眠の検査技師さんっていうのがですね、すごい技術なんですよね。僕もこう睡眠専門医の厚美ですとか言ってこう偉そうなこと言ってるんですけど、これ今つけてらっしゃるこの同じ作業ですね、脳波をつけていくという作業とかですね、もう10年ぐらいやってないっていうのもありますけど、多分なんぼ努力してもこんなに上手にはつけられないですね。それぐらい特に手先が器用じゃないとこういうことってうまくいかないんで、手先が器用で、こう段取りが良くてですね、自分のやるべきことが全部分かってらっしゃって、こうイメージできているというですね、ベタ褒めやな今日これ。そういう方でないとですね、非常にこう人によっては時間がかかってうまく装着できなかったりとかしてですね、僕そのうまく装着できない人の代表なんですけど、それに比べると今日の検査技師さんですね、うちの検査技師さんは非常に優秀で、
まあ、大体一発二発ぐらいでですね、バッチリ電極を装着していきますなんていうふうにプレッシャーをかけたりしています。普段はおしゃべりなんですけどね、今日はぐらいしか言いませんね。さあちょっとしばらくノウハウを装着していきたいと思います。これ実際の動画ではカットかもね。今何してるんですか。これで大体のあのこれの長さで大体の対象をやってます。すごいね、これすごいね。大体ですけど、そういうのを言いたかったな。実際に測れへんですからね、今これですね、目の位置ですね、目の横に電極を設置する準備をしているところです。実はあの睡眠の検査をしていくときには脳波、頭の上だけではなくて目のところにも電極を装着します。実は目の動きっていうのがあの電気的な動きとして検出されます。何のためにやるか知ってます？実を言うとあの目の位置に電極をつけるのは目玉の動きを見るためなんですけど、目玉の動きを一番見たいっていうのはレム睡眠が起こっている状態っていうのを確認したいためです。レム睡眠中っていうのは目玉がギョロ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 っと動きます。目玉がギョロ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 っと動く、すごいスピードで動くことを急速眼球運動、ラピドアイムーブメントで、これを略してレムっていうんですけど、そのレムっていう素早い目の動きっていうのが観察されているのが特徴です。だからそれを見るためにやるんですね。今顎の下をこすりました。顎の下をこすってここにも電極を貼っていきます。顎の下をに電極を貼るのも実はレム睡眠を検出するっていうのが一番大きな目的です。レム睡眠中というのは3つ特徴があるんですよ。1つ目の特徴というのは本人さんにとって夢を見ることです。非常に現実感がある鮮やかな夢を見ます。2つ目の特徴は今さっき言ったように急速眼球運動、ギョロギョロっていう素早い目の動きが見られることです。これをレムっていうんですね。3つ目の特徴なんですけど、それが全身の筋肉から力が抜けているっていう3つ目の特徴があります。これまあ多分主な目的というのは、夢を見てる時にですね、全身がこう体が動けてしまうとね、夢の中ってあの夢を見てる人にとってはどんなにその中身が変な夢であったとしてもなんかすごい現実感が強くて、夢なのか現実なのかで区別がついてないことがあるんですよね。だからもし夢見てる途中で体が動けてしまうと、その夢の中で起こった出来事に反応して体が動いちゃうことがあるんですよ。でまあ穏やかな夢だったらねどうってことはないんですけど、時々それ怖い夢見て相手と戦ってるとか逃げるとかみたいなね、それが一般的に悪夢みたいなのを見てる時に体が動けてしまうと、そのまんま夢の中にそのまんまにガバーッと起き上がってですね、なんか壁を殴ったりとか、まあ、横にそれこそ寝てる人を殴ったりとかね、時々ビョーンってベッドから飛び出して走っていこうとして壁にぶつかって大怪我したりとかね、まあ、そういうことが起こったりします。まあ、こういう病気も逆にあるんですけど、まあ、そういうことが起こらないようにレム睡眠中、夢を見てる睡眠中は体が動かないように全身の筋肉から力が抜けてます。その全身の筋肉から力が抜けてるっていう状態を顎の下の音外筋っていうんですけど、この筋肉の活動を見ることでレム睡眠中ちゃんと力が抜けきってるかどうかなっていうことを確認するっていう目的で、この顎下の筋レンズですね、センサーをつける、これも検査の決まりです。
で、そうこうしている間にどんどんと頭のセンサーがついていってますね。簡単そうに見えるでしょ。これ簡単じゃないですか、本当にすごい難しいんで、あの僕がやったら多分ここまでで2時間ぐらいかかってますからね。彼がやってるんでまだ10分15分ぐらいしかかってないですけど、神業ですからね、これ。あのもし他の施設の方おられたら、これ自慢なんですよ、うちの。早くて正確、抵抗低いっていう、抵抗低いっていう言葉もね、あの他の施設の方々には分かるかなと思いますけども、自慢です。もう箱ついた、ここまで何分ぐらいかかってます？10分ぐらいちゃいます。あ、じゃあいきますね、うん、すごい多分、うん、じゃあ中継再開ね、どん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 とこうセンサーがついていっています。あ、寝つむってたわ寝そうやったわけじゃないですけど、寝そうやけど、あのどんどんセンサーついていってます。ちょっと動画が飛んでるかもしれませんけれども、ここまでの経過時間が10分です。特に初心者とか慣れない人とか不器用な人がやると、ここまでで2、30分かかることが多いです。あの熟練した睡眠の検査技師さんがやると、ここまでだいたい10分ぐらいで到達しています。やっぱりこれね、慣れないものをつけていくっていうのはすごくこう、あの初めての特に患者さんにとっては恐怖感とかね、不安感とかね、緊張とかもありますんで、作業そのものはやっぱり早く済むに越したことはないんじゃないかなというふうに思います。なので、手早くやっていくということもね、あのうちの施設では目標の一つにしています。できたらあのそのうちこう毎回ですね、タイムを測っていただいて世界新記録に挑戦していただくとか、そういったこともやっていただくと嬉しいなと思うんですけど、あのニコリともしませんで怒ってるかもしれませんね前がやれみたいな私がやったら多分ここまでで3時間先ほど申し上げた顎下の筋電図がつきました。筋電図ってね、あのちょっと何気なく使ってますけども、筋肉の活動ですね。筋肉が緊張している、緩んでるっていうのをね、電気的に、見ようという、そういう検査方法です。はい、つきましたね。おもろい方にとってはおもろいけども、興味ない方にとってはさっぱり何やってるかわからん動画ですね、これね。いいんですよ、それで。あのほとんど編集なしでアップしてるからな。わかる人は見たらわかると思います。実はかなりあのちゃんとしたことをやってますんで顔出しやで、私ね。あえて睡眠検査について一言申し上げたいと思います。この検査そのものは、多くの施設ですね、睡眠の検査をやっています。やっていますという施設ですね。この検査は正確には睡眠ポリグラフ、ポリソムノグラフィー、略して PSG っていう名前の検査です。 PSG っていう検査そのものをやっている施設はもう全国にもう何百個もあるんです。ただですね、アメリカ睡眠学会っていう ASM っていう、そういうあのアメリカのね、睡眠の研究 の世界トップの国で、学会がありまして、そこの学会が決めた基準ではですね、この PSG、睡眠ポリグラフ検査っていうのは単につけて一晩ほっとくっていうのが正しいやり方じゃないっていうことがきちんと明記されています。じゃ何をするのが正しいやり方なのかというと、ここから先が修行みたいな話なんですけど、つけて検査をしますね。寝る睡眠の検査ですから、患者さんは一晩寝てらっしゃるわけですよ。で、正式にはこの検査というのは、一晩寝てらっしゃる患者さんの横にというか、正確にはビデオで見ながら、患者さんの姿を見ながら、一晩中寝てる姿を検査担当者が監視を続けるというのが正しいやり方だというふうに明記されています。アテンデッド、PSG、監視下睡眠ポリグラフ検査というふうに言います。この監視をしないだけで、実は検査の信頼性自体はどこまで検査がね
質が高いものであるかっていうのはワンランクツーランク下がってしまう。それぐらい監視をするかしないかっていうのは大きな違いがあるんですよね。要はこういう監視をしてやる検査っていうのは、実際その検査というのは検査の画面の波形なんです。でそれと現実に患者さんがの体に起こっている出来事っていうのが、本当に一致しているのかっていうのは監視しておかないと実は分かりません。分からないんで、本来は、患者さんの姿を見るということが睡眠検査の外れたかもよ患者さん の睡眠を見るということの基本になっています。すいません、しゃべりすぎやね。なんですけど、一晩中起きとくっていうのはすごく大変ですよね。なので、検査のこういうセンサーをひっつけたら、それ以上は誰も横につかず、ビデオも誰も見ずに一晩置いておくという、非監視下ですね、監視をしないタイプの睡眠検査っていうのがやっぱり主流になっています。手前味噌なんですけど、僕たちの施設では、開設当初から、一貫して、睡眠の検査というのは監視しながらやるものだっていうポリシーでやってますので、本当に申し訳ないなと思うんですけど、この後僕は寝ますが、寝ずに見てくれるんですかねっていう状態になっています。今日に限ってほっちっちということはないですよねあるかもしれんな、ここまで言ってるもんなほったらかされても文句は言えませんが、患者さんがお泊まりになるときにはですね、一晩中誰かが監視をしているということを徹底してやっているということなわけです。この場を借りて医療経済というかですね、医療の、政策に携わっている方々に一言申し上げたいです。今日喋りすぎですけどね監視してる時の検査と監視してない検査で検査代差つけてくれませんかね。僕らね、ちょっとでもやっぱり西さんにはフィーも払ってあげたいんで、一晩大の大人がね、寝ずに横ですやすや寝てる人の状況をずっと見てるってね、やっぱりさ、すごい大変なことだと思うんですよ。それをやってるのとやってないのとで、日本というのはすごくいい保険制度なんですけど、やっててもやってなくてももらえるお金一緒なんですよね。やっぱりこれでは長くは続けられないですから、やっぱりその監視をしてるっていうことがね、フェアに確認できてる施設についてはちょっとこう検査代ですね、多めに保険請求できるようにしてくれると嬉しいなぁなんてことをこの場を借りて、厚生労働省の方でもいいですし、財務省の方でもいいですし、あそこの偉い人でいいので、ぜひご検討いただければ嬉しいなというふうに思います。ベラ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 喋っていますが、そうこうしているうちにだいぶすごい格好になってきたでしょうね。喋りすぎなんでちょっと休みます。今で付け始めから15分、今で15分、すごい。今タイムカウントというかタイムキーパーから声がかかりまして、今で検査検査のですね、装置類をつけ始めて15分です。見る人が見たらびっくりすると思うんですよ。本当に15分でここまでたどり着く人はめったにいません。いや、すごいな、本当にすごいです。なんとなくこうセンサーをつけるといいまして、優しくなったような気がしましたほぼほぼ脳波の設置は終わったんじゃないかなというふうに思います。ネットまでやね。そうです、これで一応一通り、脳波と、それに、付属するセンサー類というのは装着が終わった状態です。でもちろんこのままの姿勢でね寝ると、今せっかくつけたやつ、これ紙テープで貼ってるだけなんで全部取れてしまいます。なのでこれを外れたらもちろんつけ直しっていう作業があるんですけど、なるべく外れないように、外れてつけ直すと患者さん起きてしまいますからね。なのでなるべく患者さんを起こして、
センサー類の付け直しをしなくて済むように、これからさらに固定をしていくわけです。それ包帯とかをね使ってまず第一段階の固定をしていきます。ね、こんな感じですね。まず大まかに上の部分で一旦固定します。なんで適当にちょっちょっちょっと切ってるように見えると思うんですけどね、このねほぼほぼ長さをちゃんと把握してやってらっしゃるんですよね。すごいねこれね、ほんとね。やっぱ慣れないといちいちこう長さ測ってやりますからね。これ見てて思うんですけどね、これ睡眠の検査技師さんってね、誰かに何が似てるなと思ったら、これね寿司職人とか似てますよね。寿司職人ですね。これすごいですよね。ちょっとこう手の感覚だけでどれぐらいのね寿司飯の量なんかっていうのを決めますよね。その日のコンディションによってこう酢の量を変えたりとかね、お魚の切り分けの分厚さをねその日のシャリの状態で変えたりとかね、シャリの種類に、あ、ごめんなさい、ネタの種類によってこうシャリの温度を変えたりとかねするじゃないですか。本当にこう、まあ、理屈で言えばね、ああやってこうやってこうやればお寿司が握れますっていうのはありますけど、実際には握れないですよね。この睡眠の検査っても多分すごく似たような面があって、まあ、理屈で言うのは簡単なんですよ。頭のこの場所とこの場所のねセンサー類をつけてこんな風に固定してなんてね、その通りただやるのがすごく難しいし、一旦やれるようになってからっていうのもここからの技術の伸びしろってのはすごいんですからね。多分もう、はい、すごいことになりましたね。はい、はい、これから銀行強盗に行きますっていうわけじゃないですよ。はい、これ何をしてるかというと、まあ、念入りに、なるべくセンサー類が外れないためにより固定を完全なものにするために、こういう、まあ、ゴムネットみたいなものをねかぶせて、頭全体を覆うようにしています。今耳がハサミで露出した状態です。さらにこれを右下で固定すると、ねえ、この動画が何回目の動画として現れるのか分かりませんけれども、全世界にすごい姿をこれ公開してますよね。このままで寝るんちゃうやろなみたいなね、不安になるでしょう。こんにちは。やっとお目にかかれましたね。こういうふうにですね、露出しててもいい部分というのをハサミできれいに切り取って、まあ、お耳と顔の正面ですねは露出するような形になって、頭の部分とかね顎の部分とかをネットで包み込んで、念入りに外れないような対策、センサー類が外れないような対策っていうのをするわけです。さあ、そうこうしている間にもセンサー類が首の後ろで束ねられていっています。センサー類を束ねて、やっぱり取り回しって大事なんで、センサー類がある程度束ねたらそれを、体にひっつけて、まあ、なるべくね体のに近い部分で固定しておくと揺れた時に外れにくいですから、体の近い部分で、
センサーのコード類ですね、コード類を固定すると、服に固定するということをします。よし、満足げなよしが入った。はい、ここで一旦顔面部分のセンサーが全部つきましたので、これから寝て、センサー類の装着を続けていきます。ここまでの間ちょっとやったことっていうのがあって、映るこういう足の動きをね、センサーっていうのを、ズボンの裾に通しています。でこれから呼吸を、見る、呼吸を見る、センサーの上に寝転びます。寝転んでいいですか。よいしょ。でですね、この呼吸のセンサーっていうのは2本あって、上のこのセンサーとこのセンサー、このセンサーは胸の動きを見るセンサー、このセンサーはベルトですね、このベルトセンサーはお腹の動きを見るセンサーです。巻きつけて引っ張り、引っ張った分、これが引っ張られると胸が膨らんだっていうのが分かるし、引っ張りが解除されると胸がへこんだっていうのが分かると、そういう原理です。まず足からいくかな。足を拭きます。足の動きを見るセンサーなんですけど、なぜ足の動きを見るかというと、これは実は睡眠時無呼吸症候群そのものの、動きを見てるわけではないといえばないです。寝てらっしゃる間にですね、足がピコ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 とこんな風にですね動く方がおられてですね、この度ごとにこう目が覚めるっていう方がおられるんですよ。周期静止運動と言いますけれども、そういう足の動きというのを観察するためのセンサーです。足首を反らしてもらうと、このすねの部分にですね筋肉がありまして、前頸骨筋という筋肉がありますが、その前頸骨筋という筋肉の上にセンサーを貼り付けるというものです。施設によってはここに貼り付けるセンサーというのはお皿の電極でを使っている場合もありますが、今日は足の動きを見ることがメインの検査ではないので、少しこう簡略化された1個で分かるというですねセンサーを使って足の動きを見ていくということにします。ちなみにその足がピクピクと寝てる間に動くという周期静止運動というのは、ムズムズ足症候群とかレストレスレッグズ症候群という病気があって、まあ、寝ようとするとこう足がこう気持ち悪くて動かしたくなってですね、まあ、どうにもこうにも寝られへんという病気があるんですけども、そのレストレスレッグズ症候群の方に結構な頻度で見られる動きです。よく勘違いされてるんですけど、その動きがないとレストレスレッグズ症候群と言わないかというと、そんなことは全然ありません。足が動かないレストレスレッグズ症候群もいくらでもありますし、別にレストレスレッグズ症候群じゃなくても足が動いている人っていうのは結構おられます。なので、まあ、あくまでもですね、参考所見ということですね。ちなみに足の動きそのものも治療方法はレストレスレッグズ症候群と同じように治療します。大体最近はパーキンソン病の薬というのをごくごく少量使うというケースが多いですね。はい、はい、で今お腹と胸のセンサーを振っていってます。大きく振ってますよ。それだけかな。で今お腹と胸のセンサーがつきました。はい、腕を使わします。ちょっと軽い締め付け感があります。この辺りに来るとですね、その方によっては稀にですけれども、ちょっとこう締め付け感が気になって
眠りにくいのでほどいてくれとかっていう風になる方もおられます。1年にお一人くらいですかね、あのちょっとこうあの縛られる、拘束ですね、拘束されることがすごくこう気になるという方がおられて、ちょっとまあそういう場合にはあのこのセンサー無理してつけなずにやるとかいうことがあったりもします。無理してやってもね、患者さんの気になって寝られへんかったら何検査してるか分からなくなるんで、あの、まあ、うちの施設ではある程度検査ができる範囲内でそれなりにはあの柔軟に対応するようにしています。はい、心電図ですね。左部位まで、はい、ないでおります。今心電図ですね、心臓 の, あの動きを見る、電気的に見る検査のセンサーもつけました。不整脈が起こったりとかですね、そういうことが睡眠時無呼吸症候群の場合にはよくあります。不整脈って脈が急に飛ぶとかね、リズムが乱れてしまうとか、そういったあのものを不整脈と言いますけども、睡眠時無呼吸症候群の患者さんでは比較的高い頻度で不整脈が起こりますので、まあ、それを観察するという意味もありますし、もう一つやっぱり大きな意味合いっていうのは安全対策ですね。やっぱり睡眠時無呼吸症候群の患者さんというのは、心臓の病気になる危険性というのがありますので、まあ、せっかく監視をしていますので、大きな心臓の出来事が起こらないかどうかっていうのも心電図を見ていれば観察して早めに対処することができますので、心電図というのもつけるということになっています。今つけたのはこれいびきセンサーですね。いびきのセンサーで、ガーッといびきとか呼吸が再開した時のでいびきに似た音、はぁーっていう音ですね、こういうのを検出するためのものです。で、ベルトを固定すると、体センサーついた。で今体センサーをつけました。体センサーっていうのは、患者さんが上を向いているのか横を向いているのか、うつ伏せになっているのかということを見るためのセンサーです。睡眠時無呼吸症候群の患者さんの中には、体位依存性といって、上向いている時と横向いている時とうつ伏せの時とで呼吸の止まり方っていうのが全然変わる方っていうのがおられます。上向いてるとむっちゃくちゃ呼吸止まるけど、横向いたら全く止まらなくなるとかね、うつ伏せになったらマシになるとかね、そういった方がおられたりするので、例えば上向いたら止まりまくるけど横向いたら全く止まらないという方で、あんまりその CPAP 療法とかね、マウスピースとか積極的な医療の介入っていうのはできたら避けたいなっていうふうに思ってらっしゃる方なんかも中にはおられますから、そういった方にも例えば上向いた時だったらこうだけど横向いたらこうですよっていう情報を提供して差し上げると、まあ治療は受けたくないけど、まあ、せめて横向きになって寝る努力をしていますとかね、そういうことができる場合があるので、まあ、そういった情報も提供します。はい、これつけたのは呼吸センサーその1です。これ割と気になるな。今僕は一つ大きな発見をしました。他のことは気になるかなと思ったけど、結局この呼吸センサー気になりますね。鼻に入ってるんでね、あの患者さんの気持ち体験ツアーですね。あのこれは気になるとか知らなかった。鼻に入ってるセンサーです。これで鼻から出る空気の出入りですね、吸ったり吐いたりする空気の出入りというのを検出します。あ、多分今このセンサーは鼻と口と両方についてるセンサーでしたね。次が鼻に入るセンサーです。実は呼吸のセンサーって非常に重要です。非常に重要なので、特にこの
最後に鼻や口から出てくる空気というのを正確に検出しないと呼吸がちゃんとできてるかどうかっていうことが結局分からなくなってしまうので、最近は多くの施設そうだと思うんですけど、うちの施設ではこの呼吸を最後に空気の出入りというのを検出するセンサーというのは2つ準備するようにしています。まあ、いろいろ意味合いがあって、呼吸のこう止まり方の種類ですね、完全に止まってしまうのを検出するのが得意なのか、低呼吸という止まりかけっていうのを検出するのが得意なのかっていうのがこの2種類のセンサーで違います。まあ、さらに言うと1個のセンサーがうまく反応しない場合、特にこの鼻だけに入っているセンサーって鼻づまりがある人の場合にはほとんど役に立たないので、どっちかというとこの鼻だけ入っているセンサーの方が正確なんですけど、一つのセンサーが要は役に立たなくなっても、もう一つのセンサーというのがきちんと呼吸を検出してくれるという役割を果たしてくれますので、まあその呼吸の異常を検出する得意さですね、得意な呼吸の異常の検出するこの、まあ、その得意領域が違うということと、もう一つはまあ、バックアップという意味合いもあるので、ここ2種類センサーがついているということです。そうこうしているうちにほぼほぼセンサー類の装着は終わりに近づいてきました。非常に手際が良い、非常に手際が良い。やる気満々ですからね。どうや見たか俺のスピードみたいな。はい、つくもの、これがですねパルスオキシメトリー、パルスオキシメーターっていうふうに言いまして、血液中の酸素の量を指先のこのセンサーで測ろうっていう、そういう検査器具です。結局睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まっていると、呼吸をする目的ですね、酸素を取り込むという最大の目的が、達成されなくなりますから、その目的が達成できないと血液中の酸素が減っていく、まあ、低酸素酸欠の状態になるわけです。酸欠の状態になっているっていうのも非常に体にとっては負担になるので、どれぐらい酸欠になっているのか、低酸素になっているのかっていうこともこのセンサーを使って検出していったりします。睡眠時無呼吸症候群には3つの要素があるというのを別の動画でお話したと思います。睡眠時無呼吸症候群というのは、患者さんが睡眠に落ちる、眠りに落ちると呼吸が止まる病気です。で、呼吸が止まると今お話したように呼吸の目的である酸素を取り込むっていう目的が達成できなくなりますから酸欠になるわけです。酸欠ってものすごく体には負担になる状態なので、一刻も早く酸欠の状態から脱出しないといけないんですよね。で、そのために睡眠時無呼吸症候群というのは寝るから呼吸が止まる病気ですから、患者さんは寝るのをやめます。寝るのをやめて目を覚ました瞬間に息を吹き返してコーっていう、まあ、これいびきというよりも、まあ、息を吹き返した、こう生き返ったようなそういう音ですね。そういう、こう呼吸が再開する音を立てて、で、息を吹き返すわけです。で、まあ、何回か呼吸をすると楽になりますんで、楽になるとこう今目が覚めたんですけど、楽になることでもう一回眠りに落ちていきます。ところが眠りに落ちるとまた自分の喉で自分の首を絞めて呼吸が止まります。で、呼吸が止まると酸欠になるので、また酸欠から逃げ出すためにコーッて言って目を覚まします。で、目を覚ますとまた楽になるのでまた寝ていくと。で、寝ていくとまた呼吸が止まるので酸欠になると。で、酸欠になったらまたそこから逃げ出すために目を覚まして、で、また寝たら呼吸が止まって酸欠になって目を覚まして、呼吸が止まって酸欠になって目を覚ましてっていうことをこうぐる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 繰り返すというのが睡眠時無呼吸症候群の基本的な、まあ、病態というかメカニズムなんですね。で、こんなにたくさんセンサーつけてるのには理由があって、その呼吸に関するものを全部見たいわけです。呼吸のセンサーは呼吸が止まってるか呼吸してるかっていうのを見るわけですよね。指先のこの酸素のセンサーっていうのは睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まった時の結果としての酸欠っていうのを見るわけです。脳波
とかこう顔につけたセンサーっていうのは結局睡眠を見てるわけですけど、まあ最終的には患者さんが寝てるのか起きてるのかを見てるわけです。呼吸が止まって酸欠になって起きたっていうことを検出するっていうのが一番大きな目的です。もちろん睡眠のね深さとかっていうのも詳細に見ていくわけですけれども、極めて単純に言ってしまうと見たいものは3つなんですよね。呼吸の状態、酸素の状態、寝てるか起きてるかという睡眠の状態を見れば、睡眠時無呼吸症候群の3つの要素、呼吸止まる、酸欠になる、目を覚ますっていう3つの出来事っていうのを漏れなく検査するっていうことができるわけです。なのでこれだけのセンサーが必要になるということですね。ちなみに簡易検査っていうね、ご自宅でできる検査っていうのもあります。ご自宅でできる検査、もちろんこんなにたくさんセンサーつかないです。特に、失うものとして大きいのは実は監視です。監視をしないということで失うものが一番検査では大きいです。本当に患者さんの体に何が起こっているのかということを監視をすることで初めて僕たちは知ることができます。患者さんを家に帰してしまって機械に完全に任せてしまうわけですから、そこで失われる情報が一番大きいです。2番目に大きい失う情報というのは脳波です。脳波を調べることが簡易検査の場合にはできません。脳波を調べないということでどういう情報を失うかというと、睡眠に関する情報が失われます。患者さんがどれぐらい深く眠っているのかっていうのもわからないし、さらに言うと寝てるのか起きてるのかがわからなくなります。寝てるのか起きてるのかっていうのがわからないので、例えば呼吸が止まってる状態って、こういうのも呼吸止まってる状態ですよ。ため息も呼吸止まってる状態ですけど、これ僕が今わざとやりましたよね。わざとやったため息も実を言うとご自宅でやる簡易検査の場合には無呼吸として判定されてしまいます。正確さに欠けるんですよね。その時に本当は何が起こってるのかっていうことが、寝てるか起きてるのかわからないとわかんないんですよ。それが異常な現象として呼吸が止まってるのか単にわざとなのかもうわからなくなってしまいます。なので簡易検査の場合には、非常に簡単に、まあ、お安く検査ができるんですけども、失う情報は非常に大きいので、一番よく起こるのは過小評価です。実際よりも軽く、睡眠時無呼吸症候群の程度を評価してしまう。あとは見落としですね。ちょっとした出来事を見落とししやすくなったりします。呼吸が止まってるとか酸欠が起こってるとかっていう風な状態というのを、まあ、やっぱり簡単に見落としてしまうということがよくあります。で、まあ、そういうことが複合して起こるのが結局何を検査したのかよくわからなくなってしまう。でせっかくご自宅でね簡易検査を受けていただいたんだけども、この検査結果では結局よくわからないんで申し訳ないんですけど、やっぱり精密な検査ですね、止まってやる睡眠ポリグラフ検査を受けてくださいねっていうふうにお願いしないといけない、まあ、二度手間になってしまうという場合があったりもするわけです。喋りすぎ。全てのセンサーがつきました、はい、全てのセンサーがついて、これから生体覚醒バイオキャリブレーションという手順に入ります。それぞれのセンサーが適正に動作しているかどうかを確認していくための操作です。階段お願いします。眼球上下お願いします。眼球左右お願いします。瞬きをパチパチ続けてください。
楽にしてください。お口いーっと噛み締めてみてください。はい、うーってタコの口みたいにしてください。はい、いいですよ。そしたらお口つむって鼻だけで深呼吸を2回してください。息を吐き切ったところで止めてください。はい、止めてください。しばらくそのまま止めておいてください。もう少しね。あと5秒。4、3、2、1。そしたら鼻だけで息しておいてください。口で大きく息しておいてください。で楽な息に戻してください。左足の足首ぐーっと上に取り上げてください。今度は右足やってみてください。はい。そのままちょっと咳払い続けてみてください。うん。いいですよ。うん。そしたらね、お腹だけをうーっと膨らましてみてください。踏み込ませてください。もう一度うーっと膨らませてください。はい、踏み込ませてください。はい、確認してください。そしたらですね、右側へぐるっと横向いてください。はい、今度反対側へ来てください。はい、じゃあ楽な位置に戻ってください。はい、お帰り終了です。生体覚醒バイオキャリブレーションが終了しました。これで、適正にセンサーが働いているかどうかを見て、見やすい状態にね、あの検査の、それぞれの波形ですね、波の形を調整をしていったりとかします。これであとは、好きなように過ごして寝るだけという状態になりました。非常に手際よくあったので、多分40〜50分かな、それぐらいでここまで終了しています。以上、検査の準備終了です。お疲れ様でした。